これまぜトークスペシャル、イエーイ。じゃあ自己紹介をどうぞ。いや、もうそこはもうレディーファーストです、はい、どうぞ。はい、楠木若菜です。はい、同じく、土井康平です。同じくってどういうことなの？ね、マブです。もうマブ、完全に全然目合わせてくれないのにマブって書いて怖いんだけど。じゃあなんかいつもは笑っちゃいけないから、あー、なるほど、なんかこう笑っていいってなっちゃったらすごい面白くなっちゃう。双眼鏡のやつ見ましょうか。双眼鏡のやつも多分初めましてか、多分2回目とか2回目ぐらいであんな激しめのよくわからないね、そうドラマを、そうなんか2ちゃんのもともと有名なスレとのお話をリメイクしてるドラマがあって、まだ見てない方はですね、そちらもいやぜひ見てください。めっちゃ面白いし、はい、あれまだ続きがあるんだよ。あるし結構長いよね。そうまだ、しかも2ちゃんのねまとめのあれを映像化するってなかなかないから、そうそう、新しいから早速それを見ながら喋っていきましょう。仲良く喋っていきましょう。仲良くね、はい、こっち怖い。最初は私はカフェの店長をしている。懐かしい、なんかもうもはや懐かしく感じる。売上の計算を自宅でしていた。これさ、実際になんかさ、飲みますかって言ってくれて出してくれた紅茶だったよね。いや、そう事前にそのスタッフさんがそうそう、俺がアイスミルクティー好きなのを知ってた、知ってくれてて入れてくれたやつ、入れてくれたっていう。出たよ、出た出た、怖いね。い普通に怖いくなってる。闇口業だ私この演技とか見てなかったから。私は不安になり誰かに相談したくて掲示板に書き込んでみました。すごい、ちゃんと見ちゃうわちゃんと見ちゃうわ。なるほどね。てか絶対暑かったでしょこの服。裏着もめちゃくちゃ裏着もガンガンの今日も裏着も6月7月にガツガツの裏着も着てる。めちゃくちゃ暑い。すごい、こんなの撮ってたんだ。やっぱこう見るとやっぱ臨場感ある。あるけど、なんかさ、これ形変じゃない？こんな、なんかそこはもうあれよ。C みたいなんだよ。U とか C みたいな。すごい。あー、ぽいね。にちゃんぽい。ぽいぽい。めっちゃ臨場感ある。いやこれ実際髪の毛ボサボサやったけど、もう普段はあんな感じじゃないですよね。そんな感じ、さすがに。でもボサボサのまま帰ったこの日めんどくさいし車だしいっかと思って。本当にやばい女の子。逆にあの人が、この人が運転してたって思って怖いけどね。でも確かなんかあのとなんか蹴り入れる日と同じ日じゃなかったっけ、ストーカーの撮った人だから。そう、こうすごい直感。違う日か、違う日だ。違う日なんかい。違う日にもうめちゃくちゃサングラスでバチバチの蹴りの女の人やってるのに、次の日ボサボサで帰るから。怖いね、BGM がちゃんと怖い。なんで覗き見なんかしてるんですか。いい表情するなありがとうございます、褒めていただいて。裏起毛の主張がね、ちょっと赤いの女、めちゃくちゃだすごい、楽しいね。あー、いいね。ごめんなさい、ごめんなさいってめちゃくちゃ言ってるんです。普段なかなか謝んないタイプなのに、なんでなんでその3回目で謝んないタイプなの。あー、なるほどね。
なるほど。あのごめんなさい、ごめんなさい、あの帰ってくる。エンディングの音も続きは楽しい。ごめんなさい。いいね。楽しい。おー、なるほど、すごいね。いやそう、これね、ここも使われるかわかんないけど、これめっちゃみんなロケ行ってる。いや、そうよ、うちらだけずっとさ、全部室内で、決まった部屋でね、もうずっとニートの、ずっとニートのやつやったりとか、室内ばっかりだからね、ロケも行きたい。いや、そうですね、そろそろロケも行きたい。でも、はい、うちらがロケするとしたら何したいですか。いや、やっぱ食べ歩き絶対違うでしょまあ、綺麗なデートをしてみたいな。綺麗なデート、ちょっと私たちだけね、なんかちょっとこう、そなんかね、結構エグ系が多いから、うんうんうん、そちらもなんかさ、清純な、あ、そろそろちょっとねキンキンしたやつ、うん、甘やかしていただきたいですねやりたいね、はい、次はじゃあニート彼氏の回。あ、そうね、ニート系のお話多いから見ていこう、はい、ね、見ていきたいと思います。次また回をどっかのタイミングでお会いできたらと、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、じゃあ引き続きドラマをお楽しみください。見てください、全部見てくださいチャンネル登録マジでよろしくお願いします。マジでお願いします。マジでお願いします、はい。